水曜日やった。何かやったが、びっくりした。何、水曜日になんか思い入れあったのか。俺知らんけど。ん、アフリカ初のゾンビウイルスがシアトル上陸の恐れ。怖っ。ゾンビ、その世界観やばいな。ワンバンこう、反対から読んだらこんばんはって。しょうもな、フレイヤしょうもな。お前えらく笑ってるけどしょうもな。うわびっくりした。一体どういうつもりだい。普通の客みたいに入ってこれないもんかな。ごめんけど今すぐ知らせたくって。ああ、なんかいいニュースがあんのか。一体何の話だ。小説のテーマが決まったの。お、いいじゃん。例によって思いつきの仮アイデアかい。ちょっと失礼じゃん、こっちは真面目に言ってんの。はいはい、なら聞くよ。何について書くんだ。このカフェよ。は辛辣だな、タンバリン。ちょっと接客、一応接客、客だぞ一応。まあいいか、フレイヤーだし。このカフェの物語を書くの。この店にやってくる人々のことを。本気で言ってる？もちろん。僕がダメだと言ったら、もう決めちゃったし。ああ、じゃあ無理か。それってお客さんの私生活を侵害するようなものだろう。落ち着いてよ、分かってるって。私はただこの店から着想を得たいだけ。ああ、なるほどね。この店で見たり聞いたりすることにゆるーく基づいたストーリーを書くの。どのくらいゆるーく？ナイフウォーカーの映画版くらい。わかんない。それわかんない。なんか元ネタあるんだろうけど、昔の方わかんないから、うん、二人で花咲かせないで。その話俺を置いてかないで。それはともかく、今夜はどんなお客さんが来るのかすっごく楽しみ。どんな物語を聞けるんだろう。お、来たか。はい、いらっしゃい。今のいらっしゃい、あれだな、カフェっぽくなかったな。こんばんは、皆さん。ジョルジージュジュンジョ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 ジジョ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 、こんばんは。あら、パパさん。今夜のあんたはご機嫌って様子だ、フレイヤさん。ああ、名前知ってるってことはもう常連なのか、このジョルジってのも。それとタンバリン、お願いだ。そういう他人行儀はやめてくれ。ははは、今は二人とも勤務中だから。ゆえに形式を重んじたい。相変わらずおたかたとかたい。とにかく今から夜勤でね。夜勤大変っすよね。いつものやつをもらおうか。いつものやつ。今日はちゃんと材料が届いてんの？全部じゃないが昨日よりはマシだ。ただ工場を切らしてる。俺の好みは覚えてるよ。知らね。初めて見た俺。コーヒーをちょっぴり甘めで。そういうこった。おっと、ミルクは入れんじゃねえぞ。そうそう、何この友達るのプロフィールのおかげで今じゃみんなあなたが牛乳アレルギーだって知ってるよ、ジョルジ。とにかく甘くてヘルシーなコーヒーを頼むわ。甘くてヘルシーってどうする、どうやればいいのそれ。甘み、あ、なんか増えてる。これ生姜、これは蜂蜜。じゃあ蜂蜜入れるか。コーヒー挟むか。
できた。はちみつコーヒー。うん、そのまんま。そのまんま、名前。働く男のためのはちみつ入りコーヒーだ。あ、なんか飛ばしちゃった。会話。ありがとう。なんて言ってたのか知らないけど。コメント見てたら飛ばしちゃった。まあいいか、ジョルジーだし。ところで、私まだ何も頼んでなかったね。そうだよ。こちらのパパさんと同じくいつもので。で、何にしようか。やっぱり言わないとダメ。君は予測不能だからね。当然エスプレッソだって。唯一無二のエスプレッソね。ということで、トリプルショットのエスプレッソっていいのかな。でもこのエスプレッソあれなんだよな、普通のコーヒーなんよ。緑髪の妖精に捧げる星一つない夜空をどうぞ。なんか言ってる。タンバリンなんか言ってる。やめて、俺そんなこと言わないから。多分そんなこと言わない。それって褒めてるのかな。うん、バッチリ。うん、やっぱコーヒーだわ、普通ので。新聞の方はどうなんだい、フレイヤさん。いつものごとくひどいもんよ。ボスと危険な取引をしたらしくて。おっしゃる通りで。どういった取引だ。人生を一変させる、させ得るやつさ。だけどすっごくやばいやつ。頭悪い会話してるよこいつら。やべえな。なるほど、なるほどなの、それは。そして後悔しているやつ。そうでもないけど、頼むぜあんたら。詳しく聞かせてくれねえかな。あなたが話して。俺が話すのそれ。フレイヤさんは仕事中、上司の目を盗んでこっそりと、その自分の小説を書いてるんだ。度胸あるね、そいつは認める。警察ではいつだってあんたみたいな度胸のある人材を求めているぜ。勤務中の別のことをやりたがるくせについちゃ黙っておいた、黙ってておいた方がいいけどよ。喋り方。ありがとうって言いたいけど、これって怒るべきとこじゃない。あんたならきっとうまくやれるさ、フレイヤさん。書くことはもう決まってんのか。うん、実はそうなの。へえ、すげえや。で、何について書くんだ。とある喫茶店とそこで交わされる人々の物語。あんた的に構わねえのか。止めたって無駄だしね。どうしたの。持ち場のそばのコーヒー屋でやたら長めの休憩を取るのが大好きな怪しい警官のことは書かないでくれよ。めっちゃ笑ってる、上。ああ。その警察官の話は絶対書いちゃう。笑いを誘ういいキャラクターになりそう。それと褒めてんのか、からかってんのか。褒めてるつもりだけど。そうなのか。同意しかねる。ちょっと今夜はやけに手厳しくない。タンバリンはおそらくプライバシーの侵害で客が減っちまう、減っちまわないか心配なのさ。へへ。ちょっと別に実名を使うわけじゃないし。長い話が、こいつら話が長いんだ。疲れるんだ読むの。それにもちろん聞いた話はガラッと脚色する。余計ひでや。要はね、私が聞いた話はこの物語の着想点に過ぎないってこと。ところであの町の駐在さんなら地元の人たちからいろんな話を聞いてるんじゃない。いや、ちょっと全くない。ないないないだ。
前に一度新聞のコラムで協力してくれたじゃん。この辺りをうろつく実はリッチな物乞いの話とかさ、他にああいう面白いネタ持ってるんでしょ。つくあんたに協力したのは一度じゃ聞かねえぜ。え、そうだっけ。今度は俺がちょっとっていう番だな。それでどのコラムのこと、あの大道芸人のことを聞いてきたら、いつもギターを弾いてバラを持ち歩いてるやつで、そんなやついんの面白い。あ、うん、彼ね。あ、悪いな、彼だ。捜査中に恋人が死んだことを聞いて、なんつうか辛いよね。急に重い話するじゃん。急に重いじゃん。びっくりしたよ。努めて冷静に振る舞ってたけど辛かっただろうが、あんたが踏ん切りをつけさせてやった。自分の話を新聞に使われて苦情を言ってこなかったのか。ちゃんと許可をもらった上で編集に回したから。まああのコラムが転載されてあいつも一気に顔が売れたからな。大道芸人にとっちゃ十分すぎる収入を得てら。そうね、今では例のバラも小道具になってる。とにかく本題に戻りましょう。本題ってなんだっけ。何の話してるんだっけ。覚えてないよ。話長すぎなんだよお前ら。わかんないんだよ。もうコーヒー飲めよ。全然減ってねえじゃん。